ここ中山選手奪えた後だったので、ね、はい、少しここにはイエローカードでしたね、先ほどは。いや、そうですね、はい、まだフレッシュな状態ですからね、はい、そう、カプシャーバー、中根はここはファールの判定、リーチでフリーキックを取りました。力でしっかりと抜きに行ったところファールをもらいに行くという、はい、まあ、ここの時間で長野は2枚目ということで退場です。前節リーグ戦では決勝ゴールを決めた長沼、今日は悔しいイエローカード2枚で退場ということになっています。まあ、1点ね、トスとしては取り返した後だったのでね。そうですね。